はい、皆さんこんにちは、長谷川浩二です。今回は、動画で、琵琶湖北湖を、紹介してみたいと思います。今回解説するスポットも、非常に、シチュエーションが多々変わっていきます。ロックエリアがあったりとか、まあ、沖の魚礁、そして大きな島、あとはウィードエリア、いろいろなポイントがあるんですけれども、まあ、全体的に非常に透明度が高くて、シチュエーション的にも、どのスポットもダイナミックな感じで、バス釣りができるポイントがほとんどです。水深も非常に深くて、レンジをコントロールしたりとか、非常に釣りの攻めの幅が広いと思います。まあ、そんな中で、さらに、非常にコンディションのいい美しい大きな魚体が釣れるのが、まあ、北湖の、一番の魅力だと思います。ただ動画で説明するんではなくて、ドローンを使った空撮、そしてボートからの映像、そして水中は魚探映像、これの3つを、同時に見てもらうことによって、実際のフィールドがどんなところで釣りをしているのか、どんなところを狙っているのか、どんな風にこうアプローチしているのかっていうのが非常にイメージしやすくなると思います。実際にすでに釣り込んでいるような方でも、このように3点のところからもう一度同時にそのポイントを見ることによって、今までとはまた違ったポイントの見方もできると思いますので、その辺をうまく活用していただけると、この映像は非常にいいのではないかと思いますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。じゃあ実際に北湖のビッグバスを狙いに行ってみましょう。はい、ここからが沖ノ島の北側の東角付近ですね。ここから東、ちょうどまああそこがまあ言ったら角と言われているスポットで、まあ、非常に水当たりが強くて、ここの辺は結構一級のスポットですね。はい、今回の DVD はドローン映像、GPS 魚探映像をふんだんに取り入れて、僕が北湖のフィールドを紹介していきます。まず魚探映像の説明なんですけれども、こちら、ローランスの、GPS 魚探の映像をそのまま画面に貼り付けています。左上の画面が、ご覧のようにマップですね。でその下の画面っていうのが、ストラクチャースキャン映像です。今、両サイドに 30.5 と表示されているんですけれども、こちらは、ボートの両サイド、約30メーターを見ているような水中の中を見ている状態です。そして4分割の上の右上、これが通常の魚探映像ですね。これはボートの真下を見ている映像になります。そしてその下の右下の画面ですが、こちらも真下の画面なんですけれども、こちらはダウンスキャンといって、通常の魚探よりもより鮮明に水中の映像を映し出すことができます。2つの映像には特徴があるので、この2つを通常魚探と、ダウンスキャン両方の重ね合わせてみることで、より詳しく固定を把握することができると思います。このような形で北湖のポイントを紹介していきたいと思います。この辺から、まあ、しばらくちょっとフラットが続いて、あの角を境目に水深が一気にズドンと落ちます。非常にこの、あの角と、まあ、こっち側の水深5メーターぐらいのフラット、ズドンと落ちるってい う、 こう切り替わりの場所なんで、この辺は非常に、レンジを探りながら、バス探していくのに、いい場所ですね。はい、沖ノ島の北側の、東角ですね。まあ、一番まあ、人気のある一級スポットですね。ここちょっと流していってみますね。まあ、この辺もやっぱ岸沿いにかけて水深5メーターぐらいまでは
水中の中非常に岩がでっかいんで、岸沿いは、表層からレンジを合わせるの釣りの方が効率的ですね。まあ、今5月の初めなんで、ちょっとスポーンを意識した魚っていうのがまだちょっと薄いんですけど、もう少し水温が上がってくるとこういうボディウォーターに面した場所でもスポーニングが始まるんで、まあ、6月ぐらいからかな。で7月8月と、順次スポーンするやつと、6月ぐらいにスポーンしたやつの、ポストアフターっていう魚が増えてくるんで、どんどん狙いやすくなると思います。時期的にはちょっと今はちょっと早いかなって感じですね。でまあ7月8月とどんどん、気温が上がって、それにつられて水温もどんどん上がっていくんですけど、スポーン終わって回復したやつから、水温が上がるとともに、深いレンジにバス落ちていくんで、まあ、大体7月ぐらいからも意識してもいいんですけど、まあ、ディープロックの釣りですね、こういう場所は意識して釣っていきますね。まあ、大体水深でいうと、まあ、9メーター、10メーター、11、12メーターぐらいまで、よく探りますね。まあ、水深10メーターぐらいまで、このエリアでバスが落ちたら、まあ、サマーパターンって言っていいと思います。まあ、スポーンが終わったアフターが出始めて、ディープにまだバスが落ちてない状態だと、まあ、アーリーサマーっていうパターンになってくるんで、その辺はやっぱりここロックエリアで、まあ、この一級スポットってそんなに、まあ、広いっちゃ広いんですけど、まあ、この一区画なんですけど、その一区画の中で、レンジっていうのを探る必要っていうのがすごい重要になってくるスポットなんで、時にはトップウォーター、まあ、時には水深12メーターっていうそのレンジ幅をがあるんで、その中で、バスの動きをしっかり把握して、狙っていくのが非常に重要になるスポットですね。まあ、古流がすごい強く当たる場所なんで、比較的、いいバスが多いんで、ビッグフィッシュの確率もすごい高いです。まあ、あとやっぱりこういう場所っていうのはやっぱりベイトフィッシュがすごいキーになるんで、いろんな条件によってそのベイトフィッシュの寄り具合とか、レンジとかを、まあ、目で見たりとか、まあ、魚探でチェックして、攻め方をしっかり合わせていくっていうのがすごい重要になるポイントですね。まあ、タイミングもすごい重要ですけどね。ただそういうのが、ぴったり合った時の爆発力っていうのはすごいあるポイントなんで、チェックしがいのある場所だと思います。今岸沿いを、あえて魚探かけてますけども、大きな張り出し的なものはないんですけれども、水中の中のところどころに、大きな岩、まあ、岸沿いに大きな岩、水中の中にも、大きな岩が、岸から、ちょうど20メーターぐらいのところには結構多く入ってるんで、そういった場所をちょっと魚探で見つけて、釣っていくような場所になります。この辺から、魚探の映像、起伏の変化がすごい激しくなりますよね。はい、この沖ノ島なんですけれども、北湖東岸エリアにおいて、まあ、非常に、外すことのできない重要なスポットといえます。淡水の、有人島としては、日本唯一の島でもあります。で、まあ、非常に、古流が当たるところにあるので、でかいバスが、釣れるんですけれども、僕の、ガイドレコードですね、お客さんが釣った7キロという魚もこの沖ノ島で出ております。一周ぐるっと釣りできるんですけれども、やはり古流の当たる場所を意識して釣っていくといい場所で、まあ、春は古流の当たらない場所、夏以降は古流の当たる場所というエリアを選択して釣っていくんですけども、まあ、水深的にも非常に岸から離れたところが10メーターとかなっているので、バスのポジション、水深によるバスのポジションをしっかり把握して釣ることが重要なスポットとなると思います。ここも今非常にでっかい岩がありますね。もうほとんど岸沿いぐらい、水面近くまで飛び出してるんですけども、大きい岩です。
だいたいこの辺ぐらいまでですね。まあ、今ちょっと岸沿いを通って、ポイントの高さが分かるように魚探で移していきますので、ここが一つ、水中に張り出しがあるんで、魚探場ちょっと盛り上がると思います。この盛り上がりがそうですね、これですね。これが今岸からの張り出しですね。ここは結構非常に、一級のスポットですね。はい、奥の島のロックエリアですね、北側の、ここから釣りしてきます。まあ、今がちょうどゴールデンウィークを開けたタイミングなんで、時期的にここ狙うのはちょっと、セオリーではないんですけれども、一応狙っています。もうボディーウォーターにすごい隣接してて、湖流がよく当たる場所ですね。なんでどっちかというとホッコは今から、スポーニングに入っていく時期なんで、どっちかというとこうボディーウォーターに面してなくて、湖流の当たらない場所っていうのが、スポーニングエリアになってくるんで、全くそのスポーニングエリアと逆の場所を釣りすることになるんで、あんまりセオリーではないです。ただまだスポーニング をまだこの後すごい遅れてするようなバスっていうのはまたこういう、冬っぽい場所に、いたりするんで、そういうバスが、釣れるかなっていうところですね。一応ちょっとやってみます。だいたい水深、6から7より浅いところっていうのは岩が大きいので、ボトムの釣れすると、すぐ引っかかっちゃうっていうスポットがほとんどなんで、今ジグヘッドタイプのスイムベイト使ってるんですけども、だいたい6から7のラインよりと平行か、それより深いところのボトムを、トレースしてる感じですね。こういうとこ、岸寄りに投げたくなっちゃうんですけども、岸寄りに向かって、この辺ボトポジションからフルキャストしてボトム引いてくると、かなりの確率で寝かかれてしまうんで、ちょうどこのぐらいですね。このぐらいでもちょっと張り出しがあるところだと引っかかっちゃうんですけど、それでも岸に投げるよりかは、効率よく釣れるんで、このぐらいの距離感で狙っていきます。逆に岸に向かって投げるような時は、ボトムを引かないようになるわ、簡単に言うと、ジョインテッドクローとか、ビッグベイトですね、とかスイム、ミノーとかそういう、ボトムに干渉しないようなルアーで狙った方がいいですね。岸沿いは、表層からレンジを合わせていくような釣りで、水深6メートルから6メートルより深いところは、ボトムからレンジを合わせていくような釣り、それが、例えばこういうロックエリア釣る上では効率的だと思います。はい、この魚探映像から見るとちょうど、張り出しを過ぎた後から、ベイトフィッシュの反応が強くなってますね。で、そのままずっと魚探をかけてちょっとフラットになるんですけれども、張り出しから、次の角にボートが差し掛かっていくんですけども、次の角の、フラットまで、ベイトが、非常に溜まっているのが、魚探映像から、分かると思います。実際このベイトフィッシュが何かというのはちょっと特定しにくいんですけども、おそらくハスの子供、アユかなっていう推測ですね。大きな変化につくというよりは、この時はフラットにベイトがいるっていうのが魚探映像から把握できる、シーンですね。はい、はい、沖ノ島の南南端ですね、南端のエリアなんですけれども、沖にちょっと下沖に、岩の島があるんですけれども、でさらにそのちょっと沖に、魚礁が2つあるので、ここちょっと紹介していきたいと思います。ボディウォーターに非常に
面した場所なんで、ここも湖流が非常に速くなる場所ですね。なんでベイトフィッシュの入れ替わりとかが非常に早いんで、ベイトフィッシュの動きに合わせて狙っていくのがキーポイントになったりします。で、今ちょうどこの岩周りの魚探映像が映り出したんですけども、今映ってるみたいに水中の中にね、かなりこの岩が沈んでる状態なんで、そこをちょっと意識して狙っていくといいと思います。よし、沖ノ島の南側のロッケリアですね、ちょっと釣りしてみたいと思います。お、食ったね、食った。これ食ってなかったかな、なんか当たったな。俺も食わえてると思ったら食わえてなかったな。バイトじゃなかったかな、バイトっぽかったけどな。なんか食ったけどな、ちっちゃいのがいるな。なんかギルみたいなのがつっついてんだな。もう食わえてないわ。結構まあ周り全体にこう、盛り上がってるような感じになってるんで、まあ、どの方向にも少し岩が張り出してるような状態にはなってますね。ちょっと今ハンドル切ったんで、魚探の映像はちょっと崩れますけど、周りだいたい水深6から7メーターぐらいまで落ちるんで、まあ、あんだけ、島みたいになったところから一気にこんだけ離れたところで7メーターまで落ちるんで、比較的狙うレンジをしっかり決めて釣るのがすごい重要ですね。まあ、時にはトップウォーター、まあ、時には水深6メーターのちょっとしたディープの釣りっていう、こんだけの場所にすごいメリハリが効いた場所になってくるんで、魚のレンジっていうのがやっぱり結構キーですね。バスが浮いてる時なんかね、トップウォーターとか、もしくはビッグベイト、チョイクロなんかでもすごい狙える場所なんで、先に浮いてる魚を狙っていくのが、いいと思います。プレッシャーかけるとね、浮いてる魚すぐ沈んじゃうんで、先に浮いてる魚狙って、その後ボトムの魚を釣るっていうのが、まあ、僕がよくやる釣り方ですね。まあ、場所によってはかなり大きい岩が、水深深いところまで沈んでるんで、そういうところは比較的その岩自体にもつくのでね、ピンスポントで狙ったりもします。はい、魚探映像と、ドローン映像、ボートの通ってる位置多少違います。ドローン映像はどちらかというと、ストラクチャーの周り、魚探映像はストラクチャーの真上を撮ってます。特に、魚礁などのように、高さを知っていただきたい場所はポイントを横切るような形でポイントの上をボートが通っているので、実際ドローン映像で通っている位置と場所が異なります。その辺を考慮して見ていただく必要があると思います。ちょうどあの岩から40メートルぐらい沖に行くと、魚礁があります。魚礁、2箇所塊になってあるんですけれども、一辺が 1.3 の中空のコンクリートブロックが、沈めてある、魚礁ですね。まあ、その今真上を魚探かけていくんですけども、1箇所は非常に背が高いんで、だいたい水深 3.5 メーターぐらいまでトップが上がってくると思います。今ちょうどトップ狙った感じですかね。4メーター切ったところまで今上がったんで、だいたい 3.5 ぐらいまで上がると思うんでね、ダウンイメージ見てもらうと分かるんですけども、こういうサイコロみたいな、コンクリートのブロックが沈めてあります。今映したところはだいたい700個ぐらいかな、700個ぐらいが沈んでると思います。まあ、その隣ですね、本当20メートルも離れてないところに、もう一塊、同じような魚礁が入ってるんで、そっちの魚礁はおそらくその同じようなブロックが350個ぐらいだと思います。なので、
背の高さが、こっち側は、もう一個側よりも低いですね。それも今ど真ん中入ってくんでね、こっち側はだいたい2段積みぐらいなんで高さが、3メーターないぐらいだと思います。ちょうど今魚礁の始まりですね。ここね、泡がすごいブクブク出てる場所なんで、今魚探映像これ映ってるのはおそらく泡ですね。気泡が映っちゃってると思いますけども、そうですね、今だいたい7メーターぐらいまでのところまで上がってるんで、だいたい高さ3メーターぐらいだと思います。よし、ちょっと魚礁の方もやってきますね。この魚礁トップがね 3.5 メーターぐらいなんで、そのトップを狙うと結構極端なこと言ったらトップウォーター、まあ、こういうジョイクロとかねビッグベイトの結構ハマるので、ただあのボートが先に入ってたりとか、自分で魚礁の上をボート通しちゃうと浮かんでたバス沈んじゃうんで、その辺のプレッシャーをちょっと考慮して、釣ってあげないとこの浮いてるやつは狙いにくいかな。なんで最初まずこの浮いてるやつから狙っていくような感じで、徐々にちょっと深いレンジを探るような感じで釣っていくといいと思う。順にレンジ下げていって、最終的にはねボトムをまあネコリグとか、まあ、ダウンショットとかラバージグとかでも狙えるんですけど、コンクリートブロックなんでどうしても魚かけてからの根ずれによるラインブレイクっていうのがすごい起こりやすいんで、ある程度あのアプローチを、しっかり考えて釣っていかないとでかい魚が切られちゃうかなっていう感じですね。まあ、どういうふうに考えていくかっていうと、まあ、魚礁をまたいで投げちゃったりすると、その後魚かけた後すぐすれて切れちゃうので、なるべく魚礁をまたがないようにルアーを投げるとか、あとどうしても中空のコンクリートブロックなんで、魚礁のブロックの中に潜り込まれたりするんで、むやみにドラッグを出したりとかしない方がいいですね。まあ、あと比較的太めのライン使うというのが重要ですね。僕の場合スピニングで、まあ、スピニングが最低のポンド数なんですけど、スピニングでフロロの7ポンドに12ポンドリーダー1ヒロぐらい、まあ、40、まあ、50ぐらいまでだったら、そんなに太くしなくても上がる可能性って高いんですけど、ここもまあ非常にでっかい魚が入る場所なんで、その魚に想定、その魚を想定した、タックル選んどいた方が、そういう魚を取りやすいと思います。まあしっかりポイント把握してじっくりやると、面白いポイントだと思います。なんだかんだ言ってやっぱり人気があるポイントなんで、人が入ってた後に入るよりかはちょっと人が入っててもちょっと間が空いたタイミングとかっていうのがタイミングとしては取りやすいですね。まああとはまあなかなかそのタイミングをこのタイミングだって意図的に分かるようなことってすごいあんましないんで、まあ状況が変わった時とかにチェックするような感じですね。まあただもう1年通してかなりの確率で魚がたくさんいる場所なんで、全然反応がなくてもその時ちょっとタイミングが違うだけで食ったりとかってする場所なんで、まあほんの一瞬でもちょっと寄り道がてらチェックするしとくにはいい場所、そんなに広くないんで、ちょっとルアー入れてみるだけで入れるだけでもまあ釣れなかったとしてもやっとく価値はあるから。はい、沖ノ島の内側、栗谷湾ですね。栗谷湾の、バンドの入り口から、魚探学していってみたいと思います。湾の入り口ですね、岩が
張り出してるんで、この岩が映ると思います。まあちょうど映り出してるかな。ここから比較的何にもない地形ですね。まあワンドの始まりなんですけど、あんまり大きな変化がないんで、まあ、この辺は軽く流す程度かな。比較的水深が浅いんで、まあ、北湖ではかなり早い時期にスポーニングが始まるエリアですね。はい、非常に大きなスポーニングエリアになるスポットなんですけれども、ちょうど、禁止期間に入ってから、まあ、スポーニングが始まるような場所なので、狙いとしては4月いっぱいまでのプリスポーンのバスになりますね。比較的まあ5メーターぐらいのフラットにステージングのバスがたまりやすいので、そういった場所をスイムベイトですね、天水5インチに天水ヘッドみたいなね、ボトム付近をゆっくり引いて釣る釣りがとかが効果的になりますね。タイミングによっては魚が浮くので、そういった時にはビッグベイトなんかも狙っていけると思います。非常に大きなスポーニングエリアなので、ステーニングのバスがいっぱい溜まっているタイミングでは非常にチャンスになると思います。今鎮線が映り出しましたね。ここも鎮線が何定か沈んでるので、クリアワンかな、クリアワンやってきますね。鎮線狙いですね。水深3メーターぐらい、ちょっと鎮線見えてますね。よし、ここで移動しますね。よし、行ってみようか。で、イタキって呼ばれてる場所ですね。もうちょっとスイミングジグで狙ってきますね。ここも水深4から5メーターぐらい。あんまり岩がね、沖に張り出してないんで、岸からちょっと離れたら、だいたい5メーター弱ぐらいのフラット。結構ベイトフィッシュが気になるスポットかな。岬の、岬のポイントですね。基本的にあんまり沖まで岩が張り出してないんで、岸から本当に 2,3 メーターのところまで岩がある感じですね。かなり岸近く通ってるんですけど、下はフラットです。水深5メーターぐらいのフラットにあるロック帯って感じですね。こんだけ岸沿い走っても下まで岩入ってない感じですね。下はもうフラットです。この辺全体ずっとこんなような感じなんで、伊崎不動ですね。ちょうどここが5月1日から11月30日の国庫規制区域の
南端、東側の南端の境界線となります。ここもちょっと注意が必要なエリアです。でこの場所っていうのは比較的水深が浅いロックエリア、しかも5メーターのフラットがつながるラインになってくるの でさらにこうロックエリアっていうのがあんまり水中に張り出してないので、ロックでありながらロックを狙うというよりはこの5メーターのフラット、まあ、岩からのエッジ5メーターのフラットを狙っていくといい釣果に結びつくことが多いです。フラットなんで結構スクールで入ってくるので、いいタイミングで入れば連発のいいサイズの連発の可能性も非常に高いスポットです。よし、OK。 はい、軍艦島の、ロックエリア張り出しですね。軍艦島って言われてる場所を魚探掛けしていきますね。結構急進で一気に水深深くなるんですけどね、まあ、その中でもロックエリアのロックが沖に張り出しているところがあるんで、そういうところちょっと見てみたいと思います。かなり大きな岩がね、水中の中に入っているのが多分わかると思います。だいたいボートポジションで6メーター、7メーターぐらいか。まあ、ここ比較的陸地が見えてるんで、同じように水中の中にね張り出してるんで分かりやすいと思うんですけども、一部若干北側に大きな岩が水中の中に張り出してるんで、ここだけちょっとボートポジションが岸から沖になるような感じですね。この辺ボートの今右ぐらいまで全然岩が張り出している状態です。今右側ぐらいが一番の沖の張り出しかな。かなり大きい岩が入ってますね。軍艦島の周辺がこんな感じですね。はい、じゃあここやってきますね。ここは軍艦島って言われてる場所ですね。ここはロックエリアですね。いや風強くなってきたな。はい、軍艦島ですね。ここは非常に変化に富んでいるので、非常に攻めがいのあるスポットだと思います。シャローから、ディープに続くロック帯の張り出しということで、水深がまあ1メーターぐらいから5メーターぐらいまでは、非常に岩が大きいので根掛かりが多いです。まあ、だいたい5メーターぐらいまでは表層ビッグベイトで狙ったり、ミノクランクベイトですね、まあ、上からレンジを合わせような釣り、そしてまあワームでいうと根掛かりを回避しやすい、まあ、あのストレートのネコリグなどで狙ったりします。で7メーターぐらいから深いところというのは比較的ロックが小さくなるので、ジグだとかスイミングですね、天水のジグヘッドスイミングとかという釣りも非常に効果が高いスポットです。このままちょっと流していっていきますね。ずっとこのストレッチ時代にロック帯が続くんですけど、ずっと岩場になってるんでね、大きい張り出しとか小さい張り出しあるんですけど、比較的水中の中にまで出てるんで、そういったところも全部ポイントです。ずっとこんな感じで岩ですね。この辺ちょっと岩がワンド状になったところは岩がちっちゃいですね。張り出してても岬状になったところほど岩がでかい。
この辺はちょっと水深が浅いんでね、若干ウィードも絡んでくるかなっていったところです。この辺もね、やっぱ陸地が張り出してる分、水中の中にも大きい輪が張り出してるのが分かると思います。この辺もいいポイントです。堀切湾の中の、岬の張り出しですね。まずゴロタから行きますね。上からビターズですね。ちょうどこの辺からかな。こうやって見ると結構高さありますね。これは、ゴロタ、ゴロタの張り出しですね。はい、堀切湾の、奥の岬なんですけれども、ここの映像、ボートは比較的ポイントの、アウトサイド寄りを、トレースしています。で、魚探映像の方はですね、ポイントの高低差を見ていただきたいので、マップ上についたラインのコース、大体この辺の辺りを通過しています。岬の張り出しはかなり沖の方まで浅い水深が続いているんで、岸から50メートル以上行ったところでも多分水深が1メーターぐらい。これが張り出しの始まりですね。これが張り出しの、トップですね。かなり先端の方、もう水深2メーター切ってるような水深になってますね。はい、ここ堀切湾内ですね。堀切湾内の、大きな岬の張り出しのスポットですね。堀切湾内では一番の一級スポットだと思います。ここちょっと釣ってみたいと思いますね。ここもまずジョイクロでまず流していきます。ここ岬の張り出しの根元にあたる場所なんですけど、もう張り出しから少し離れてるんですけど、ちょっとここは下にゴロタが、広がってるんで、そこから狙っていきます。水深だいたい3メーターぐらい、3メーターから4メーター。春の定番スポットですね。結構透明度高いな。ちょっとカウントダウンさせて、もっと深いところで狙います。だいたい20秒ぐらいカウントダウンさせてからいきますね。ちょっと待ってくださいね。もうちょっと重り張りますわ。そもそもちょっと重り、フローティングなんですけどね、ちょっと深く入れるために重りつけてるんですけど、さらに深く、入れたいと思うんで、もうちょっと重り追加しますね。1グラムぐらいかな、追加するのか。チェイスがないのとちょっと透明度が高いんで、あんまり浅い水深じゃ食わせづらいと思うんで、重りを追加しますね。このぐらいの沈み具合。透明度だいぶ高いですね。で、終わりました。で、ここから、台船の横にある、沈船を映しますね。はい、沈船ですね。ストラクチャースキャンの方にはっきりと、和船が映ってます。4隻沈んでるんですけれども、
映像で見ていただくと迫力ありますね。で、ダウンスキャンと通常魚探の方なんですけれども、通常魚探の方はエッジが潰れてしまってるんで若干分かりにくいんですけども、ダウンスキャンの方を見ていただくとエッジがしっかり出てるんで、船の形もなんとなく出てると思います。またその周りについているベイトフィッシュなんかも、しっかり映ってると思います。ちょっと岬から離れてこっち側に鎮線があるんで、ちょっと鎮線狙ってみますね。はい、堀切湾内なんですけれども、航行規制5月1日から11月30日の航行規制に、全域が入ってしまっているので、ここも釣りするときには注意が必要だと思います。ただ、おかっぱりは大丈夫ですので、動力船が航行禁止されているのでおかっぱりで狙うのは大丈夫です。はい、今ちょうどここから流してるんですけれども、ここが、大体なんですけれども、期間で、禁止になるエリアの、境目です。5月1日から、11月の30日までが、基本的には釣り禁止になるエリアなので、今はまだ4月なんでここ釣りして大丈夫なんですけど、ここから、禁止になる境界線のところですね、その時期に釣りされる方はちょっと注意した方がいい場所です。ポイントの場所的には、堀切湾でこの向こうに大きなワンドがあるんですけども、そのワンドの、ベイマウスにあたる、ロックエリアですね、ちょうどロック帯がずっと続いて、で、そこのもう少し流していくとその沖に魚礁があるようなポイントで、春とか、秋とか季節の変わり目特に魚がよくつくスポットです。今ちょうど岩の張り出しを狙ってたんですけど反応なかったんでね、ちょっと動きますね。この先に魚礁があるんでその魚礁をちょっとやってみます。岸から水中の中に岩の張り出しが今映り出している感じです。ある程度ずっと岸からずっと、岩が沈んでるんですけれども、ところどころ大きく沖に張り出すんで、そういったところが特にポイントになりますね。魚探ずっとかけていくとその張り出しよくわかると思うんですけれども、特にこの辺が大きく張り出している、ポイントですね。もうすぐ魚探に移ってくると思います、今の移り始めですね。この辺、ぐっと沖に、岩が張り出している、岬上に張り出してますね。この辺結構いいポイントです。で、一旦岩の張り出しここで終わるんですけども、ここから、結構フラットが続くんですが、もう少し行くと、そこに魚礁が、あります。ちょっと魚礁まで行ってみたいと思いますね。岸からちょっと離れたところにあるんですけども、一応地形的に岬の先端に位置するような場所に魚礁が沈んでます。これは県魚礁じゃない魚礁ですね。ちょっと特殊な、魚礁なんですけれども、水深大体4から5メーターぐらいのところにある魚礁です。地形的にも非常にいい場所にある魚礁なんで、結構年中魚は釣りやすい魚礁ですね。はい、ちょうど今釣り出しました、南側の魚礁からずっと釣り出してるんですけども、南側の1個目の、盛り上がりですね、横に鎮線が絡んでるのが、ストラクチャースキャンで見ると分かりますね。今1つ目の、魚礁を映ったところですね。でここから、ゴロタが始まってまた盛り上がりの2つ目の魚礁、今釣ったのがそうですね。でそこからもう1つ出てくるんですけども、もう1つはねちょっと背の低い瓦礫のようなものが沈んだ魚礁になってます。今釣り出したのがそうですね。ちょっと2つ目からちょっと離れたところにあるんですけども、ここも魚礁のようなものが沈んでますね。この3つ、だいたいここの場所のポイントはこの魚礁ですね。
ちょうどこの辺に魚礁が入ってます、ここの魚礁は県魚礁じゃなくて県魚礁じゃない魚礁なんですけど、形が小さいテトラがちょっと積み上げられてて、その下にこうゴロタが引いてあるような、結構広範囲に散ってるような魚礁ですね。ここもジョイントテクローで狙ってています。水深はボトムで 4.5 メーターぐらいですね。今魚礁としては比較的浅いところにあるんで、こういうジョイクロとかですごい狙いやすい場所です、行ったらいろんなルアーで狙える魚礁ですけどね。ちょうどこの今でっかい岩があるところですね。ここは沖への張り出しが見られるところですね。ちょっとしたピンですね。今ストラクチャースキャンに釣り始めました。魚探の方映ってますね。ここは結構沖まで張り出しているピンスポットですね。ここからボートポジションは今水深 4.5 メーターなんですけども、比較的張り出しはないですね。結構岸寄りにずっと岩が続くスポットなんですけど、ここ自体が岬上に張り出してるんで、一つのポイントになってると思います。ちょうど今から岬の先端に差し掛かって、北側にずっと入り込んでいくんですけれども、結構これがね強く当たりやすい面になってるんで、北面が、そして岩も比較的シャローの岩が大きな岩群がずっと続くんで、ストレッチとして流したりしてよく釣る場所ですね。先端付近ですね、今ちょうど魚探映像的にもベイトフィッシュがすごい絡んでるような感じです。だいたい水深は5メーターぐらいのフラットが岩から離れると続くような感じですね。ベイトフィッシュすごいですね。この辺からかなり大きな岩が、ゴロゴロと岸に続いて、要所要所若干ですけどね沖に張り出してるような感じですね。こんな感じのところが、断続的に続くので、いや今ベイトフィッシュすごいですね。はい、水釜エリアの、ロック帯を、釣ってきますね。ジョイクロからやってみたいと思います。ここで移動しますね。はい、小井崎ですね。ここは非常に広大な岬の張り出しになってます。あまりにも広大なんで面だけ見ると一見ストレッチになってしまうんですけども、ここ自体がの地形が沖に張り出しているので非常に水コリウム当たりやすくなっております。魚探映像を見てもらっても、ベイトフィッシュが非常にこのストレッチにかかったところから、断続的に映ってるんですけれども、プラスそこに大きな、岩ですね、岩が、絡んでるので、非常に、魚がつきやすい場所だと思います。ドローン映像でも、コマンドールが少し映ってると思うんですが、おかっぱりからも、このロックエリアに降りれるので、ちょっと足場は悪いんですけれども、おかっぱりの人にも、人気のあるスポットです。同じような地形が、大体、この先今走らせてるちょい先ぐらいまで続くんでね、ちょうど今、ボートが差し掛かろうとしたところが同じような地形が続く最後の張り出しになりますね。
ちょうど岬の根元みたいな角になってますね。掘り始めのちょっと変化のあるところですね。ちょうどここまでが、掘りが強く当たるような感じの、ロック帯になってます。はい、この辺までですね。はい、はい、東岸ロックエリアの、猿ヶ崎ですね。猿ヶ崎を、魚探掛けしていきたいと思います。ここはかなり沖まで、岩が張り出しているので、ちょうど岸から岸の地形が張り出しているのと、その延長線沿いに沖に張り出していきます。今その手前側から魚探掛けていくので、この張り出しに合わせて、ボートを動かしていきますね。今ここで水深4メーターぐらいですね。この先からぐっと張り出していくんで、ちょうど張り出しの外側をボートで今魚探掛けながらトレースするような感じになると思います。魚探の方は今ねまだはっきり何も映ってないんですけど、今この右手側からボートの右手側から、張り出しの岩がある感じですね。ストラクチャースキャン今少し映り始めましたね。ちょうど左側沖側の襟に向かって、岩の張り出しが、かなり沖の方まで伸びてます。ちょうど襟と岸との中心ぐらいに大きな岩が、3つ4つ入ってるんで、その岩も狙い目になるんですけれども、ボートで航行するときは、座礁するぐらいまで浅いところまで上がってるので注意が必要ですね。今ストラクチャースキャンの映像すごい、岩が映ってるんですけども、下が全部も今張り出しの岩地にですね映ってるところが、右手にかなり大きい岩があって、でまたここの辺からちょうど終わり始める感じですね。ちょうど岸の地形と同じように沖に向かって、岩が張り出してるような感じです。東岸のロックエリアの中では、まあ、1番か2番を誇るぐらい、一級のスポットですね。だいたい水深が4メーターから5メーターぐらいですね。そこに岩が絡んで浅くなってるっていう感じですね。はい、もうこの辺は ボートの下はもう岩が入ってないんでね、張り出してないのが分かります。だいたいこれが、猿ヶ崎の張り出しの全体像になります。こんな感じですね。はい、はい、猿ヶ崎の、張り出しですね、ちょっと釣っていってみたいと思います。まあ、水深的にはだいたい5メーターぐらいのボトムに、岩が絡むとそれより浅くなるという感じですね。まあ、特にこの猿ヶ崎はこの東岸のロックエリアと言われている中でも一番大きな張り出しになるんで、まあ、かなり1年の中を通しても、バスが釣りやすい場所ですね。結構沖の方まで、沖の方にかけてでかい岩が沈んでたりするんで、まあいいポイントなんですけど、ちょっとボートを航行するときは気をつけないとエンジンが当たっちゃう場所なんで注意が必要ですね。ちょうど今、ジョイコロが落ちたところ、あそこに大きい岩が入ってるんでね、色は少しだけ変わってるんで、ちょっと映像じゃ見にくいかもしれないですけど、あの岩が、ボートヒットしちゃうんで、航行する際は気をつけた方がいいですね。透明度が高いと、まあ、今でもね見えてるんですけどね、透明度が高いとはっきり見えるんで、ちょうど岸と襟との中心ぐらいに入ってます。
はい、長明寺川の河口ですね。ここは、まあ、河口付近に、シャローフラットが広がるんですけれども、そのシャローフラットに、ちょっとした浚渫があって、で、まあ、そのまま、長明寺川につながります。で、まあ、長明寺川というのは川っていっても、内港ですね、西の港っていう西の港と、本港をつなぐ、まあ、水路みたいなもんなので、まあ、川っていう名前がついててもちょっと、他の流入河川とは違ったタイプになってて、大雨とかが降っても、まあ、あんまり水が流れないっていう水路みたいな感じなので、まあ、この、長明寺川もポイントですし、その外側の長明寺川河口付近にも、浚渫と、シャローフラットが続くので、ポイントになっていると思います。まあ、基本的に大きめのポイントはシャローフラットがなんで、浚渫以外は、魚探の映像を見ててもそんなに大きな変化はないです。まあ、ちょっと奥に入ってってみますね。まあ、水路になってるんで、まあ、春先は本港よりも明らかに水温が上がるのが早いんで、プリスポーンの魚がいち早く集まったり、また増水、雨が降って増水すると、カバーが、豊富にあるので、シャローに上がったバスがつきやすいっていう、特徴があります。また本港とは違ったタイプの、ポイントが多いので、シャローカバー、フリップしたりとか、そういった釣りもできるのが、この長明寺川河口の、特徴だと思います。水深はだいたい2メーターちょいぐらいですね、深いところで。長明寺川は基本的にデッドスローなので、入るときはゆっくりアイドリング走行が基本です。このまま何キロも何キロかあるんですけど、途中水門くぐってそのまま西の湖につながります。ずっと川の状態になってるんで、ポイントといえばポイントですね。まあ、こういった雰囲気のポイントが続くような感じです。長明寺川の河口をちょっと釣ってみたいと思いますね。ノーシンカーワーム狙っていきます。よし、これで移動しましょう。はい、巻エリアですね。巻エリアの一文字に来てます。この沖に、魚礁が、基本7つあるので、その、魚礁を、魚探掛けしてみてみたいと思います。まずね、沖のラインにある5つの魚礁を、一文字と平行に入ってるんで、そこ魚探をかけていきますね。水深はだいたい5メーター、魚礁の高さが、2.5 メーターぐらいあるんで、魚探掛けすればね、魚礁の上通れば、まず分かる魚礁ですね。はい、巻エリアなんですけれども、北湖東岸としては比較的シャローフラットが続くエリアにある、まあ、マンメイドストラクチャーがメインになるエリアなんですけれども、特に巻一文字、そこからその沖にある魚礁7つ、これ非常に攻めがいのある場所だと思います。まず魚探に移り出したら、これまず1個目の魚礁ですね。中空のコンクリートブロックがここも沈んでます。だいたい2段積みですね。そうですね、魚礁の真上通ってる感じですね。そのまま一文字と平行に船を動かしていってるんですけれども、そうするとまた魚礁が出てきます。
これですね、今映ってるのが2つ目、2つ目はちょうど一文字と一文字の切れ目の大きいぐらいですね、目安は。さらに一文字と平行に進めていきますね。だいたい1個目と2個目とね、同じ間隔で3つ目も出てくるので、2つ見つけたらね、その間隔で流すと、見つけやすいと思います。今3つ目ですね。はい、はい、今映り出したのが、3つ目ですね。さらにそのまま一文字と平行にボート進めていきます。また等間隔の位置にちょうど出てくるので、ちょうどこっち側の一文字と一文字の切れ目の大きですね。はい、今出たのが4つ目、全部同じような、大きさと高さの魚礁です。そのまままた一文字と平行にボート進めますね。そうするとまた同じ等間隔ぐらいの位置に現れるので、ね、はい、これ5つ目ですね。これは沖のラインの5つで、ここから一文字寄りにあと2つ魚礁があるので、一文字寄りの魚礁の残り2つはちょうど一文字と一文字の切れ目の沖にあるので、比較的見つけやすいと思います。ちょっと行ってみますね。まあ、魚礁が7つもね固まってるポイントっていうのは、まあ琵琶湖中見てもここしかありません。で、まあすぐ、大きな一文字ですね。これも琵琶湖最大級の一文字が、ありまして、でそのまま、一文字の内川浮き産卵床、まあこの辺は釣り禁止になるんですけれども、これ春の一連の動きを見ても、プリスポーンのバスが、産卵しに、徐々にこう、移動していく道筋っていうのが非常に、分かりやすいと思います。沖の魚礁から入って一文字についてシャローに入っていく、春の魚を追うにしても、狙いやすい、それで、今度は産卵終わった、アフターの魚もまたその逆の順序で綺麗に戻ってくる場所なので、かなり1年通して長い間、バスを効率よく狙っていけるスポットだと思います。これが6個目の魚礁です。今出てきましたね。はい、はい、6つ目で、もう一つ一文字と一文字の切れ目が向こうにあるので、その切れ目の置き、7つ全部等間隔に入ってるんで、だいたいこんだけ見るともう大体予測できると思います、どこら辺にあるかっていうのが。はい、映り出しましたね。これが最後の1個ですね、7個目、同じような魚礁が入ってます。はい、こんな感じですね。で、まあ狙い方としては、大体ボトムが5メーターと思ってもらっていいので、そこに絡む、まあ、一文字は、浅い水深まで出てる、で魚礁のトップは大体 2.5 メーター、そこから続く岸沿いっていうのも、まあ、1、2メーターのシャローが続くので、いろんなルアーが、有効になってくるんですけれども、まあ、魚礁一文字なんかは、トップウォーター、そこからジョイントクローなどのビッグベイトも非常に、反応してくるスポットなので、表層の反応が悪ければ、魚礁を、まあ、テキサスリグやネコリグできっちり狙っていったり、また一文字から魚礁のフラットですね、その周りのフラットを、天水などのスイミングで狙うのも非常に効果の高い釣りになっている、まあ、非常に変化と、バラエティに富んだ、いいエリアだと思います。
よしか。全然なんだこれ。マジかよ。こんなはずえな。逆にすごくないですかこれ。この時期にこんなの食う。いやいや、この時期にこのサイズ釣るの難しいんですよ。なのにこれさらに上位クロで釣るって、いやなんだこれ。もうこれ多分60釣れる確率より低いと思うんだけどな。上来たって言って合わせた瞬間なんかいいってやたら軽いなと思って。いやどうなってんねん。お、外れた。よかった、潜水フィッシュ。ちょっと全然季節感ないけどね。潜水。アンド、潜水ヘッド2分の1オンス。どんな感じで？中層っすね。僕もつけずに、テトラの際を引いたらって感じですね。まあ、ただ、ちょっと狙ってる魚と、かなり違う。サイズ的にはね、まあ、オスがいたらこんな感じかなとは思うけど、プリスポーンにしちゃ細すぎるんでね、ポストとかっていうわけじゃなくて、ちょっともうこれ季節感ずれてる魚っすね。うん、よし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 。あれもちっちゃいわ、あれもちっちゃいわ。オッケーオッケー。なんかこのパターンだな。食ってくるけど、なんじゃこりゃ。こいつはオスっぽいけど、これもねさっきと一緒っすね。もう結構深いレンジずっと狙ってたんですけど、さっきのもこのレンジはどうかなと思って投げてポロって釣れて、今もこのレンジさっきと同じレンジだなと思って来たけど、今度でかいかと一緒パターンですね。浅いレンジにこいつらが浮いてますね。完全中層天水の21のジグヘッドただ巻きって感じですね。どうも違う、ここも多分、まあこれプリっぽいっちゃプリっぽいですけども、完全になんかオスですよね。もしくはもう全然関係ない魚かな。OK。 抜けるけどハンドランディングしとこうか。よいしょよいしょ。ちょっと最弱だったね、プリっぽいやつ。この点数5インチ、点数ヘッド2分の1です。もっとでけえのいるんだけどな、中層だからかな。まあまあまあ、でもいいコンディション。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回、普段僕が、釣りをしている、北湖の東岸エリアを、動画で、紹介させていただきました。北湖の東岸エリア、今回紹介した場所っていうのは、まあ、非常にその北湖の東岸って言っても非常に狭い部分なんですけれども、まあ、今回紹介した中にも、ロックエリアがあったり、大きな島周りであったり、流入河川があったり、
またフラットエリアに続く魚礁群があったりと、非常に変化に富んだ場所を紹介したと思います。自然豊かな北湖のフィールドなんですけども、今回特にドローンを使った空撮ですね、それと魚探映像、それらを同時に見ていただくことによって、景色だけ、フィールドだけの水面の上からだけではなかなか想像できなかった部分が釣りに入っていく形で非常にイメージしやすく見ていただけたんじゃないかなと思います。また今回の、映像を参考にしていただいて、実際北湖のフィールドに立っていただけたらなと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。